はい、えー、今回、熟生さんから、えー、質問いただいたので回答していきたいと思いますはいメルマガ読者さんから感想が来ましたというところなんですけども、えー、感想を読み上げますね、えー、今後の参考になる内容でしたまず企業予定だったものを保留してネットビジネス一本に絞ってみるという話も理解できましたただネットビジネスで稼ぐのは本当に難しいという情報もたくさん目にします現、えー、現在在私私の、えー、現在の私の仕事は電気工 電気工事関係の現場仕事なんですが、PC 関係の知識は相当に低く、今から本当にネットビジネスで稼げるのだろうかという気持ちを捨てきれないところは正直です。疑っているわけではないですが、感覚としてはまだイメージできないといったところでしょうか。えー、稼げている人がいるのは事実だということは理解しています、えー。これからの自分と家族の人生を左右することなのでよく考えています。ということで、えー、この感想に対して吉谷さんだったらどう返すかというところですね。 うーんか僕が返すとするならばじゃあやらなきゃいいんじゃないですかっていう,うんいやそもそも逆に聞きたいんですけどイメージできるものにしかやらないってことであるならばそもそも起業で成功するイメージはあったのかって話じゃないですか起業で自分が大成功して億万長者になってるイメージがあったから起業してたのかしするのかっていう話でなんかネットビジネスも起業、うん、まあそもそも <laughs> ちょっとなんかネットビジネスは企業とは別なのって話でいや企業で成功する保証あるんですかみたいなそもそも企業で成功してるイメージはあるのかっていう話じゃないですかこれデータとして出てますけど起業して3年で何だこれじゃあデータ出しましょうか起業して倒産確率これデータで出てるんですよねはいえ企業,企業が 会社起業した会社が1年残っている確率は半分、10年後は5%、30年は0.02%、起業して1年後50、50%は倒産、起業して3年後30、30%は倒産、起業して5年後15、15%は倒産、起業して20年後、0.3%、起業して30年後、0.02%、要は起業して30年後、0.02%しか残ってないというデータが残っているというね。 0.02%の可能性に対して、30年後ね、0.02%の可能性に対して起業しようと思ってたあなたが何を言い出すんだっていうね、<laughs> まあ、そもそも1年後5、半分は倒産してるんだよっていう、そんなリスキーな起業を選んでた男が何を言い出すと、<laughs> まあ、そもそもそれじゃ起業絶対やめた方がいいですよみたいな <laughs> いや、そもそも論ですよねみたいな話ですね。 いや、起業しない方がいいっすよそ。そんな考えんだったら、そもそも起業しない方がいいっす、みたいな。<laughs> もそもそもずれてますね、これは。うん、この人は、あれなんですかね、起業して自分は100%成功すると思ってたのかな <laughs> イメージができるとかできないとか関係なくないですか、うん、イメージができるからやるんじゃなくて、やるからイメージができるんですよね。 もいますけどやるからイメージができるわけじゃないですかやってないことにどうやってイメージ出すんだって話でうんだから多分その企業多分まあ前回の話だと起業する上で勉強してたからいろいろ勉強してたからイメージがついたはずなんですよじゃあその勉強してなかったらイメージつかないよねって話でネットビジネスも全部一緒ですよねうん,だからこんな言い出したら 就職できなくないですかいや、そこの会社の10年後をイメージできますかそこに就職して30年後の自分がイメージできますかイメージするから、イメージできたら会社に就職するんですかっいうも、就職もそうですよね。イメージできないから、やらないとかね。できないとか。なんも関係ないですよね。じゃあ、えじゃあ、お前は予言,か予言者かと。<laughs> 普通に、ね、あの、まあ、今の状況も予言できましたみたいな。 普通に就職して、例えば飲食店に就職した人もいるでしょう。ね。じゃあ今、あの、店開けられなくて、まあ、リストラになってる人、行ってるかもしれないですよ。イメージできましたできないですよ。誰もイメージできないですよ。未来のことなんか誰もイメージできないです。うん。で、イメージしたいんだったら、やってイメージしていくしかないですよ。やってないからイメージできないであ,あって、うん。うん。 東大に受かる人は、東大に受かることをイメージ100%できたから受かったんですかね違いますよね多分。最初は俺にも、俺なんか東大で受かりますかねみたいな。大丈夫だ。お前ならできるとかね。頑張れとかね。先生、分かりました。<laughs> 頑張ります。そう、なんかあの、前映画館にもなりましたけど、あのビリギャルでしたっけビリギャル、その偏差値最低から、 ビリギャルだったかなじゃあビリギャルは何早稲田入れると思ってたのかなビルビリギャルでしたっけビリギャル。はい。映画にもなったね。学年ビリか。学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて、慶応大学に現役合格した話。じゃあこの学年,学年ビリのギャルはイメージできたんですかね <laughs> 偏差値。あの、学年ビリ。学年ビリの状態から <laughs>。 慶応大学に合格するというイメージはできたのかと。そのイメージがあったから勉強始めたのかっていう。ちゃいますよね。うー、ん、イメージとかどうじゃなくて、自分が、イメージとかじゃなくて、自分がどうしたいのかだけですよ。自分がどうしたいのっていう。それだけですね。うん。だからね、なんかね、あの、いろんな方のご相談を受けて、まあ、アドバイスはするんですけども、うん、なんかね、難しく考えてるんですよね。 わざと難しく考えてんじゃないかって、やらない、だからアドラー流で言うならば、やらない原因を自分で作ってるというか、そう、やりたいんだったらやればいいし、うん、少なくても、少なくてもでしょ宇宙飛行士になれって言ってる話じゃないじゃないですか、今から宇宙飛行士はね、まあ、不可能ではないですけど、不可能だと思うんですよね、今から宇宙飛行士になれんのかと。 そういう次元の、なんか今からなんかイーロン・マスクになってそのスペース、スペースロケット飛ばせるのかっていう、まあ、無理じゃないかもしれないけど、きついよねと、イーロン・マスク超えられるのかと、それは孫正義を超えられるのかと、孫正義を超えられる起業家になれるのか、藤田伝を超える企業経営者になれるのか、それはちょっとわからん、難しい。だけどネネットビジネスでね その月収100万ってそこと比べるともう小さいじゃないですかはっきり言うとうーんだもちろんねネットビジネスで月収100万達成していない場合はあそこが雲の上と思っているかもしれないです実際僕も15年前そうでした、ね、なんかセールスレターみたいなねネットビジネスで月収100万なんかすごい世界があるんだなでもねこれは体験した僕がもうお伝え15年間やってきた僕がお伝えしますけど うんまあ、やればね <laughs>、月収100万はいけますよね。まあ、直近の事例で言うならば、ノウハウコレクター1000万の熟成さんいるわけですよ。日本代表ですよ。その人も1年未満で月収100万達成しましたからね、4月。だこの事実があるわけですよ。うん。だから僕も3年、ドリームアカデミーは運営してますけど、いろんな方がね、あの稼げるようになってきてます。 もちろんそのスピードはね人それぞれ違いますけどただ素直にもう愚直にがっつりやった人は1年以内に月収100万達成したっていうね人が出てきてますようんじゃあその人も最初自分が月収100万この前も多分そのなんだあギニュー特選隊緑のやつなんですかそのノウハウコレクター1000万の人と音声対談を取りましたけどもイメージできましたみたいないやできないっすっそりゃそうっすよねあの動画アップロードしても 再生数ゼロ。再生数ゼロでイメージできるかっていうね、月収100万。<laughs> その、その8ヶ月後、9ヶ月後、自分が月収100万達成してるなんてイメージできないですよ。動画アップロードしてゼロですから。<laughs> でもそ、そこを積み上げていくしかないんですよね。じゃあ、0だったものを1、一だったものを10にするとかね。それを積み上げていって、リストが取れてきて、あっ、って見えてくるわけじゃないですか。うん。 お客さんがいないのにお客さんに売るとかイメージわかんないですよね。リストが取れた。あ、じゃあこのお客さんに対して商品売れば、みたいな。で、売れた、売れなかった。じゃあ売れるためにはどうすればいいのか。売れた。あ、本当に売れるんだなとか。それを積み上げていくことによってイメージっていうのはできます。うん。だからまあまあ話を戻すと、まあ、そもそもこの人は起業しなくてよかったですよね。<laughs> こんなことを言ってくるのは <laughs>。申し訳ないですけど、こんなことを言ってくる人が起業しようとしてたんだっていう逆に、 ああこんな企業、企業こんなこん、そんな甘くねえよっていう。いやいや、そんな甘くねえよ、企業なんてっていう。だってデータ出てるわけじゃないですか。いや、これ、ガチだ、ガチだと思いますよ、本当に。1年で、多分ねいっぱい起業してる人いると思うんですけど、会社作ったりとか。50%ぐらいはあの、ね、倒産してますからね、1年で。今、だめになってるみたいな。まあ、これね、企業から1年で6割の会社が倒産。なこういう記事もありますね。 起業から1年で6割の会社が倒産。なぜ資金はなくなるのか。6割らしいですよ、1年って。<laughs> この人は起業するときに自分が上場するとか、成功が確約されてるイメージしかなかったのかな。こんなデータ出てるのに。うん。はい、ということで、まあちょっとずれてるかなっていうところを指摘してあげればいいんじゃないですかね。あ、良かったですねと。それは起業しなくて良かったですと。 うん、そんなんで起業してたらもううまくいかないとばちょっとやばいですねこれもう予言僕しますよこの考え方で起業してうまくいかないですよ間違いなくうんまあラッキーですねこの人ね逆に逆に今回ラッキーですよ今回コロナがなかったらこの人起業してるじゃないですか多分その1年以内に6割に入ってた可能性ありますよ <laughs> まあも,もちろん30年続けるってさ、0.02%の確率ですからねうん 僕はもう30年続ける自信しかないですね。なんでかっていうと、めちゃめちゃ固定費落としてるんで。てか、固定費絶対上げないし、給料上げないって、あの、なんだ、給料じゃないわ。固定費上げない、えー、従業員雇って給料上げないってことを決めてるので、だ限りなくあの、もうリスク、もうリスクエッチしてるというか、もう固定費最小。うん。だから、なんとかするっていう、なんとかできるっていう。でもこれがね、企業して事業を大きくすると、 こうどうしようもなくな,なっちゃうわけですよ。資金,資金のこの回り、回、まま、しがおでかくなると、これがストップすると、だから例えばだからその今のコロナのそうなんですけど、渋谷に店舗構えたときに、渋谷は確かに集客ができると。ね。だけど家賃クソ高いわけですよ。じゃあ人来なくなったらその固定費どうすんねんっていう話で、なんか直近で見たのが、 ライブハウスかねライブハウスで渋谷でやってると,ところが3店舗まあ、すげえそのそのライブハウスから結構有名な人を輩出したらしいんですけどただもう売り上げゼロでもう無理だってなってで4店舗あったのを3店舗を閉店してで1店舗はクラウドファンディングでなんとか資金集めて今残してるっていうだからこの1店舗をなんとか守りたいみたいなことを言ってるインタビューしてましたけどうん。 まあ僕はもうネットしか選ばないですし、固定費も絶対上げないって決めてますし <laughs>。うーん。まあいいや。はい。ということで、いろいろとお伝えしましたけど、僕だったら、ラッキーでしたね、と。<laughs> あ、起業しなくて、あ、その考えだったら起業しなくてよかったです。運がありますね、と。運は、運ありますよ、と。いや、本当運あると思います。その考え方で起業しようとしてたっていうのはね、驚き、桃の木、三章の木ですね、僕としては。 うん、はいということでいただいたその僕だったらどう返すかについて回答させていただきました。ありがとうございます。